では参拝も済んだので先に進みます。この大神宮を少し歩くと目的地の高知城歴史博物館があります。前造幣局があったところですね。はい、現在この仁淀川展やってるのでこれを見に行きます。これですね。すごくいい木の香りがしますね。あ、涼しい。チケット売り場。あれ、誰もいないじゃん。さっきのお姉さんがそうなんじゃない？はい、龍馬パスポートのおかげでポストカードをいただきました。ではこの3階が受付だそうですので3階行きますね。3階です。ドアが開きます。下に参ります。仁淀川流域の歴史と文化ですね。ああ。土佐市探索室、これは常設プログラムだね。高知城では、今回の目的の仁淀川店に行きます。杉本神社の八角形のおみこし、現存唯一らしいですよ。知りませんでした。そんなに貴重なものだったんですね。展示を見終わりました。ここから高知城がきれいに見えますね。何を？ああ、まあコロナだからね、やめよう。この秋葉祭りで使うやつですね。 あそこにあります。お堀でなんか工事やりてるね。ちょうどこれは天守閣が、
あそこにほら橋かかってるじゃない。そうそう、橋がないのになってね、あの橋も老朽化したからかけられない。ああそういうことかな。高知城は大手門と天守閣が残っている日本で唯一のお城なんですよ。トイレがきれいだということなんで、ちょっと誰もいないと思うので、あ、非常にきれいですね。最新型です。ちゃんと座面の消毒もあるようです。階段降りていきます。なかなか綺麗ですよねこれ。仁淀川善図、喫茶の方もちょっと見るだけ見たいんで、仁淀川そこ。いや、ここ写真展をやってるみたい。喫茶店こんなのがあるそうです。ケーキセット、テラス出られそうですね。うん、暑いわ。そうね、冷房効いてるし。ここから降りられるようですね。降りましょう。出れなかったりして、あそこ非常口、うん、その可能性あるから戻りましょう。あそこからこう行って、うん、こう向こう行けるじゃないの。いや、だからあそこもしかしたらロックされてるかもしれないよ。あ、そうか、うん、リスクあるから変え、え、出る？行くだけ行ってみようか。じゃあなんて書いてる、読めない。うん、うん、でもあの非常時以外は閉まってる可能性があるから、やっぱり戻りましょう。ここが下がってるんで、うん、まあね、あ、戻ろうよ、せっかくだし。なかなか良さげな喫茶店じゃない。そうだね。では1階へ。中2階があるじゃん。
建設の経緯、設計、まあ、建物はなかなか斬新ですよね、これはね。それは自慢したくもなる。ということで1階に降りてきました。ミュージアムショップもありますよ。出口から出てきました。清流ブルークリームソーダ、なかなかいいじゃないですか。あ、もう七夕の飾り付けしてますね。フラフ飾ってます。土佐山田のフラフだそうです。はい、では高知城行ってちょっと蓮の花を見てこよう。大手門にやってきました。ここにフォトスポットの看板ありますね。はい、こうやって撮ると大手門と天守閣が一緒に撮れるという場所です。あ、蓮の花が2色ですね。黄色とピンクが咲いてました。ちょっと遠いね。